ディスメンバーは、スウェーデン、ストックホルム出身のデスメタルバンドであり、スウェーデンのデスメタルシーンの創世期から活動していた。2011年に解散したが2019年に再結成した。初期の頃から、ストックホルムのサンライトスタジオで、プロデューサーのトマス・スコックスベリーと共に、チリチリとした高音のギターサウンドが、特徴的なスウェディッシュデスメタルのサウンドをエントゥームド。 らと共に確立させ世界中に影響を与えた。今でも北欧デスメタルといえば当時の彼らのようなサウンドのことを指すことが多い。ブルータルなデスメタルサウンドだが所々でギターによる叙情的なメロディを導入した北欧デスメタルを確立した。一丁ただけでディスメンバーだとわかる個性的なチリチリとしたギターサウンドを確立し初期の頃より 典型的な北欧デスメタル路線を貫いてきたが、ホースアルバム、デスメタルより、メロディックデスメタル路線へ、音楽性を変化させた。1988年に、フレッド・エストビー、ダービド・ブロームクイスト、ローベルト・セネーバックの3人で結成された。2つのデモテープ、ディスメンバード、ラスト・ブラスファミーズを作成するが、1989年に、 エストビーの脱退により一旦解散してしまう。解散後、エストビーはマイケル・アモット、ヨハン・リー・バラと共にカーネイジを結成する。ブロムクイストはエントゥームドに加入するが後にカーネイジに加入する。セネバックはアンディ・シュドを結成する。1991年にマイケル・アモットがカーカスに加入したためカーネイジが活動停止状態になるとエストビー、 ブロムクイストに加えて、カーネージの同僚マッティカルキの3名で、ディスメンバーを再結成し、活動を再開。エントゥームドのニッアンディションが、ギターソロで、ヘルプ参加して、デモテープ、リボーン・イン・ブラスフェミーを作成する。その後、アンリーシュドで活動していたセネバックとカーボナイズドの、リカルド・カベザが加わる。1991年にニュークリア・ブラストと契約し、3月に、 ストックホルムのサンライトスタジオで、プロデューサーのトマス・スコークスベリーと共に、アルバムのレコーディングを行い、ファーストアルバム、Like an Ever Flowing Stream を5月にリリース。このアルバムは、エントゥームドのニッアンディションがゲストとして、ほぼすべての曲のギターソロを担当した。アルバムのリリース後、7月には、モービットエンジェルと共に、ヨーロッパをツアーし、デスやカンニバル・コープスらとツアーを行う。 1992年にミニアルバム、ピーシズを3月にリリースし、5月から7月にかけて、ナパームです。オビチュアリーラとヨーロッパツアーに出て、ライブバンドとしての力を着実につけていくが、7月に、イギリスで、ファーストアルバム収録の、スキンハーアライブの歌詞が残虐すぎるという理由で、罰金を課せられることになったが、後に裁判で勝利する。この事件がきっかけで、 ディスメンバーの名前が広く認知されることとなった。1993年にセカンドアルバム、インディセントオブセンスをリリースすると、ドリーミング・イン・レッドの PV が、MTV ヘッドバンガーズ・ボールで頻繁に流された。そして、初めてのアメリカツアーを、サフォーケーション、ディーサイドラを行い、アメリカから戻ってからは、ヒポクリシー、アモルフィス、ベネディクションらとヨーロッパツアーを行う。 1995年にはミニアルバムキャスケットガーデンをリリースし、その後サイドアルバムマッシュブキリングキャパシティをリリースする。1997年にはシングルミサンスローピックとホースアルバムデスメタルをリリースするが、前作から一段とメロディックなアプローチに変化し、ほとんどメロディックデスメタルと言っても差し支えないスタイルに変化した。 2000年1月にフィーフスアルバムヘイトキャンペーンをリリースし、12月には初の来日公演を行う。当時のベーシスト、壁沢2002年のダークフューネラルのツアーサポートとして参加し、春にはアメリカ、10月には日本公演を行った。ヘイトキャンペーンリリース後、レコード会社から満足なサポートを受けられず関係が悪化していたバンドは新たに カルマゲドンメディアと契約を交わし、2004年3月に、再び初期の頃のサウンドに回帰したアルバム、シ 6th album ウェアアイロンクロセズグロウをリリース。2003年5月27日に、ストックホルムで行われたライブの模様を収めた2枚、組手 DVD をリリース。2005年には再度レコード会社をリゲーンレコードに変え2006年2月に、セブンスアルバム、 ザゴッドザトザットネバーワズをリリースし、9月にロシア、10月にバイタル、リメインズラとのアメリカへのツアーを行い、11月にはグレイブ、アンディシュド、エントゥームドラとのマスターズ・オブ・デスツアーを行った。2007年にオリジナルメンバーのエスト・ビーが脱退し、トマス・ダウンが加入した。2008年にはバンド名を冠したエースアルバムディスメンバーをリリース。2009年に ライブ DVD、Under Blood Red Skies をリリースした。2011年10月16日に、解散が発表された。2019年1月に再結成を発表した。ファーストアルバム、ホースアルバム時のメンバー、カルキ、ブロムクビスト、セネバック、カベザ、エストビーでの再結成となった。アーカイブされたコピー。2011年10月17日時点のオリジナルより、 アーカイブ、2011年10月16日閲覧。AB、オリジナルディスメンバーラインアップツーパフォーム AT、スカンジナビアデスフェスト2019。ブラボマウス、ネット、2019年1月21日閲覧。ありがとうございます。